ありふれた田舎の雑草の一つ。棒のほとんどない、先端の尖った、楕円形のコボをつける。緑色の大きなコボが目印。イヌムギは、単子用植物イネかスズメの茶引き属の植物である。日本ではごく普通な雑草としてよく見られるものの、一つで、その中では、やや大きく扁平なコボが目につきやすい。根元で枝分かれして、束製し、 背丈は40から100センチメートルに達する。葉は細長く、長さ15から30ミリメートル、幅は4から10ミリメートル、ほぼ扁平で緑色。木部はやや二つ折りの幼少となる。茎の下部ではここに白髪を密生する。花期は5から8月で、茎の先端から塩水果樹を出す。茎は数個の節があって、それぞれから少数の枝を伸ばし、 それぞれに1から4個のコボをつける。全体としては、ごくまばらにコボをつけた枝が、先端に向かってやや垂れる。コボは、両端の尖った筆心型で扁平、長さ2から2.5センチメートル。緑色で、無毛、6から10毛を含む。A はいずれも先が尖り、ごく短いのぎがあるが、肉眼的には、ほとんどない印象である。日本産のものでは、内部の花は下であり。 開かないままで結実する。この類のコボは、比較的単純で、2列に並んだほぼ同じ形の小花が数個並び、基部の一体の包み A、小花ごとの森 A はいずれもよく似ているから、単に同じような輪片が重なっているように見える。実際には、第一方 A が一回り小さく、葉脈の数も少ない。内 A は、外から見えないが、他の A の半分ほど。 乾燥した草地に生える。道端でもよく見かけ、背丈や生育の雰囲気は、カモジグサなどにも似ている。北海道から九州まで広く見られる。ただし沖縄にはない。原産は南アメリカ、現在ではヨーロッパ、北、アメリカにも帰化している。日本への侵入は明治初年。ごくありふれた雑草である。農耕地でも放置すると生えてくる。日本では、 蒸気の学名が使われるが、長田は B ニロイズ HBK を使うべきだと述べている。世界に広く気化しているものでもあり、原産地では近似種が多いため、混乱があるようである。同族には、スズメの茶引きなど道端で見かける普通種が多いが、多くはより細長い形の小棒を持ち、また長い野木があってよく目立つので、混同することはない。ごくよく似ているものに、 薬長いの麦がある。野芸の麦の名を使うこともあるが、長田はこれを五童貞と見ている。いずれにしても、日本国内では、この種がごく普通である。道端に見られ、そこそこ背の高い稲荷で、これだけ大きなコボで、棒がほとんど見えない、というのは他にないので、見分けのつきやすいものではある。ありがとうございます。